蔵野四日市千載農園です。濃い緑色の茶畑が一面に広がっています。千載農園ではおよそ5ヘクタールの茶畑で朝露や清明など4種類の茶葉を栽培していて、今日から新茶の摘み取りが始まりました。今年は天候が良く暖かい日が続いたため、甘みのあるまろやかな味わいに仕上がっているということです。今年もいいですね。また季節を感じる飲み物ですので、ちょっと一度味わってこう季節を感じてほしいです。摘み取りは来月の上旬まで行われ、およそ18トンの新茶を収穫する見込みです。収穫された茶葉はあさってから農園の直売所で販売していくということです。